皆さんこんにちは。はい、こんにちは。はい、皆さん、この度はですね、デッドロックドディティクティブズ100万探偵都市の史上最悪ミス、ブルーレイまたは DVD をお買い上げいただき誠にありがとうございます。日野役の岡本信彦です。そして、はい、デッドロックドディティクティブズ100万探偵都市の史上最悪の密室、流れ役の石川海斗でございます。言いたいだけだよ、完全に言いたいだけだと。そうね、これね、早口言葉みたいですからね。はい、今お聞きいただけるのは、はい、ブルーレイ DVD 購入者の方についてくる特典 CD でございますと、はい、公演時のアフタートークでは語り尽くせなかった裏話などについて、この場で信彦さんを語っていきたいと思います。俺を語るの？俺だけよ。女子間違えちゃった、ごめんなさい。大きな違いになるんでね。いや、確かにね、これね、全然語れなかったんですよ。だって、うんうん、来た方々は分かると思うんですけど、まあ、来られなかった方々にも説明するとですね、はいはい、ずっと下ネタの話したんですよ。いや、マジでそうなんですよね。あれは下野さんが悪いんだよ、きっとね。いや、あれは、見てる人が悪いです。あ、そうかそうか。下野さんに下ネタを強要させる、見てる人が悪いです。そうです、そうです。まあ、アフタートークでも言ったんですけど、マジでね、見てくださってる人たちにスケベな人が多すぎるっていう。そうなんですよ。じゃあ、これも聞いてる人たちね、きっとね、スケベなんでしょうと。ということで、まあ、今回ね、この特典 CD のために、まあ、スケベなスペシャルゲストが来てくれたらしいんですよ。スペシャルゲスト、略してスケベ。スケベ、そう。どこにも毛がないんだけどね。というわけで、来ていただきました、この方です。どうも、館長を務めている波川大スケベでございます。大スケベさん。挟み込んできますね、今のこのどこにも台本にない流れで挟み込んでいきますね。いやいやいや、今日はちょっと待ってくださいよ、二人。はい、はい、僕はお二人がこうやるって聞いて、はい、駆けつけてきたんですよ。はいはいはい、ありがとうございます。